どうも皆さん、こんにちは、キヨキでーす。はい、ですね、今回防衛側了解ザウルスさん、ちょっと今回ちょっと了解ザウルスさんが前回取られる側になってしまったと。編成を見てもらえると、まあジャイゴ、ゴーレムがいないハイブリッドです。これはね、すごいです。この配置皆さんよく見ますよね。タウンホール10の方、見ると思います。ですので、この配置クラン戦で出てきたら、よっしゃと、カモだと、思ってですね、もらって結構でございます。こちら見ていくことにしましょう。本当にやり方が、あ、僕でもできんじゃないかなって思ってしまうぐらい単純なやり方なんですよ。それで星3ということで、早速見ていくことにしましょう。見てます。はい、来ました。ここウォールブレイカーでまず穴開けするんです。そしてアーチャークイーン、そしてジャイアントなんですね。ジャイアント2体なので2枠、10枠しか使っておりません。そして上もですね、対空砲を破壊しようと。この配置何が強いかっていうと、やはり、空対策として使っている方が多いんですよね。やはりそのマルチ陣なんですよ、これは。で、援軍をババキンに当てることによって、アーチャークイーンをもし上にやってしまうと、アーチャークイーンがね、ラバハンドの方にターゲット取っちゃうので、あえてここはババキンと。そして上ら辺の施設がもうないんですよね、アーチャークイーンのみと。そして来ましたよ、もうラバルカゴですよ。特に、なんつうんでしょうね、ハイブリッドって、ラバハンドを出してって、バルーを、レイジやヘイストで回していくっていう攻め方なんですけれども、これはもう、ラバルカゴなんですよ。もう、ブワーっと。もう今話題のブワーっていう感じでやってるんですね。なので、なんぜそう、テクニカルなことが要求されないのではないかなと思うんですよね。そして、フリーズのタイミングと位置っていうのはすごい重要となってきます。はい。そして、こちらのインフェルノが、シングルインフェルノっていうのも重要ですね。どっちともマルチの場合、もうバルーンが焼き切られてしまうので、おすすめしません。マルチインフェルノとシングルインフェルノの時におすすめしますね。そして、もうこのように、もう全体に広がっていますね。この配置何が、この配置の強い点としては、やはりそのゴーレムとかが反れやすく防衛施設を配置してるんですよね。ゴーレムとかが反らして、アーチャークイーンを中心部とかに、アーチャークイーンとかネクロマンサーとか、無差別攻撃部隊が中に入ってきたところを集中砲火で焼き切るっていう配置なんですよ。そして、陸で行くと、そうですね、星1は確実に取れるっていう配置なんですけれども、で、こう、空対策もしてるんですよね。こう、施設と施設の間が、ないじゃないですか。施設の施設の間が広いので、バルーンとか、移動速度が遅いユニットに対して、やはり空対策っていうのも、マルチプレイでは、そういう対策をする必要があるので、マルチ陣なんですよね。これ、クラン戦の対策陣ではないですね。クラン戦の、星2対策陣っていう感じだと思うんですけれども、こんな感じで、星3。いや、私もね、ちょっとね、やってみたいですね。これ、ヘイストレベル2とかなんですよね。で、ババキンも37、アチャクイが40ということで、私も今、アチャクイ35、ババキン33ぐらいなので、やってみようかなと思いますね。ちょっと最近ね、雑談です。ここから雑談です。もうね、タウンホール10に、もう、キヨキヨに興味ない方、はい、ここで×ボタン。最近思ってきたんですけどね、ババキン持ってほしいな。オリーブオイル。ババキン40欲しいな、みたいな思ってきたんですよね。で、アチャクイは今35で結構満足できてるんですよ。とりあえず、ババキン35にしたいですよね。そうなんですよね。なんで、近々ですよ。わかんないですよ。それに関してはわかんないです。ね、わかんないですよ。本当にね。こう、アップデートとかもいろいろあるので、そちらも見ていきつつ、やっていこうかなと思います。ということで、今回はタウンホール10、テンプレ陣の星3、割と簡単なのかなって、簡単ではないと思いますけどね。紹介でした。皆さんもこの配置がクラン戦に出てきたら、この、戦法やってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。